ノミは皆さんが思っている以上に素早い生き物。スペースシャトルに勝る速度で加速することができるんですよ。ノミのジャンプはミリ秒 7.5 センチメートル。異常な速度と言えるでしょう。加速度とは特定の時間における物体の速度の変化を意味し、単位には G が使用されます。地球の表面の重力は 1G の加速度まで到達することが可能です。これは毎秒30センチメートルに相当します。スペースシャトルの加速度はおよそ 5G です。しかしジャンプする際のノミの加速度はなんと 100G。 ノミの体にはかなり弾力のあるゴムのようなタンパク質が含まれているので、大きな加速度を実現することができます。そのおかげでノミはエネルギーを蓄え、必要な時に放出することができます。電車のプラットフォームの端に設置されたプラスチック製の凹凸は皆さんご存知ですよね。これらは視覚障害者用誘導用ブロックと呼ばれています。大した大きさには見えないかもしれませんが、設置するためには複数の作業員が必要です。まず古い黄色い線をプラットフォームから除去し、一時的に鋼鉄製の直定規をボルトで固定。これは作業員がどこにドリルの穴を開ければよいか分かるようにするためです。適切な間隔で穴を開けるためには特別なドリル装置が必要です。すべての穴を開けたら面白い見た目の格子模様が地面に現れます。次に作業員たちはプラスチック製のブロックをハンマーで一つ一つ埋め込んでいきます。これらの凹凸はプラットフォームの端の安全対策の一環です。これはその名の通り、視覚障害者にプラットフォームの端へ近づきすぎたことを伝えるための警告の役割を持ちます。稲妻は 27,760 度というかなりの高温に達することがあります。これは太陽の表面の5倍の暑さ。一般的に世界中で1日800万回以上の稲妻が発生しており、1秒間におよそ93回の稲妻が現れている計算です。よく聞くデマとは裏腹に、稲妻が全く同じ場所に2度落ちることはありえます。また稲妻は孤立した高さのある尖ったものを狙う傾向にあるんです。例えばエンパイアステートビルには1年間に100回も稲妻が落ちます。皆さんはシュトラス系の匂いを清潔さと連想するタイプですか？それは過去に家の掃除に人々がレモンを使用していたことが理由なんです。レモンの汁には水垢を分解し、銅製のフライパンなどの輝きを取り戻してくれるクエン酸が含まれています。レモンの皮のオイルを絞り出して木製製品を磨くのもこれが理由。洗剤やクリームクレンザーが一般的に販売された今でも爽やかな匂いが残るため、レモンのオイルを好む人もいます。ボーイングでは機内 Wi-Fi の精度を改善するためにジャガイモを使用することがあるんですよ。新しい Wi-Fi システムの試験をするために何日も人を拘束することはできませんからね。しかし試験のために乗客が乗っている状況を再現する必要があることは否めません。ということで、ジャガイモはいかがでしょうか。水分量と化学物質のおかげで、ジャガイモは人体と同じように電波信号を吸収反射するんです。スイレンの葉を見るとき、水の上に静かに浮かぶ繊細な花というイメージを思い浮かべる人も多いのでは。しかしスイレンの葉は32キロの重さを支えることができます。つまりベルガマスコシェパードドッグ、バーニーズマウンテンドッグ程度の大型犬を支えることも可能。しかしこれだけの重さに耐えるようにするには、薄い合板を葉の上に乗せるなどして葉の表面に均等に重さを分散させる必要があります。ティラノと聞くと1頭でも怖いですよね。さて、25億頭の獰猛なティラノが地球上のさまざまな場所で闊歩しているとしましょう。実は科学者たちは合計でこれだけの数のティラノが地球上に存在していたと考えているんです。同時期にではありませんけどね。数百万年の間に12万7000以上のティラノの世代が存在していたと信じられています。怖いことには変わりませんけどね。月は地球からかなり遠くに位置しています。火星、土星、木星はさらに遠くにありますよね。太陽系はとにかく巨大。我々が暮らす天の川銀河はさらに巨大です。科学者たちは
常に新しい天体を発見し続けていますが、人類が一生見つけることができないであろう別の銀河がたくさん存在することも忘れてはいけません。我々人類は宇宙のたった 5% しか見ることができないのです。見える部分は惑星、衛星、銀河、その他の天体、残りは目で確認することはできず、どんな形をしているかも我々には知りえません。宇宙の大部分である 70% 以上はダークエネルギーで構成されています。そのうち 25% が暗黒物質。人間はこのような物質を感知することができません。暗黒物質は普通の物質と相互に影響し合うことがありません。目で確認することができず、光や電磁放射線を発することもないのです。しかし銀河や銀河団が経験する不可解な重力効果の存在を考慮し、科学者たちはこのような物質が存在すると信じています。例えば物理の法則によれば、渦巻き銀河の端に位置する恒星は銀河の中心に近い場所に位置する恒星に比べ格段に低速で回るはずです。銀河の中心は目に見える物質の大部分が集中しています。しかし銀河円盤上の位置にもかかわらず、これらの恒星は中心の星とほぼ同じ速度で移動をしているのです。この場合、銀河の端に位置する恒星は目に見えない質量の重力効果の影響を受けていると考えなければ説明がつきません。この質量は銀河の円光が理由で目に見えない可能性があります。人間は毒を生産することができるでしょうか？もちろん今は不可能。しかし厳密に言えば人間には可能であると言えるんです。爬虫類と哺乳類は全てそれが可能ですからね。蛇やクモ、あるいは霊長類の中で唯一毒を持つスローロリスのような生き物にこの能力が見られます。生物学者たちは唾液と毒には似通った遺伝子の過去があることを発見しています。つまり毒性の爬虫類や哺乳類は同じような祖先を持っているということ。唾液腺は空っぽのボールに似ています。毒腺は同じようなボールに毒が詰まっているイメージです。人間は特別な仕組みや遺伝子を書いているわけではありません。我々はこれらのボールを満たしておくための特別なタンパク質を持っていないのです。つまり唾液腺を持つものであれば、ネズミや人類を含め潜在的には誰でも毒を持つことが可能というわけなんです。雨の匂いが心地よく感じられることには理由があります。ペトリコールという名前までついているこの雨の匂い、水自体に匂いがあるわけではありませんが、雨が降ると空気が心地よい匂いに満たされます。匂いの原因は土壌に暮らすバクテリアが生み出す特別な分子ゲオスミン。外に目を向けると雨が降っています。この時小さなエアポケットが形成されているのです。このポケットには少量のゲオスミンが含まれています。雨はエアポケットを一度密封し開放、こうすることで分子が空気に送り込まれます。ゲオスミンの分子は様々な場所へ移動し、あのおなじみの雨の匂いを生み出します。ところで雨は常に水の雫であるというわけではないんですよ。魚、カエル、空から降ってくるとは思いもよらないようなものが降ることがあります。このようなケースは稀ですが、激しい雷雨の場合には起こり得る話なんです。竜巻は強力なため、空中に様々な物体や動物を投げ出します。そして最終的にこれらの物体と動物は地上に落ちてくることになります。オーストラリアにある小さな町では2010年に数百匹の魚が降ったという報告がされています。普通の雨が降らない惑星も存在します。金星や他の惑星や恒星では雨はメタンと硫酸から構成されています。また地球から5000光年離れたとある惑星では鉄の雨が降るそうです。天王星、土星、海王星の奥深くではダイヤモンドが降っているかもしれません。ただし太陽系の小惑星帯は研究が難しいため、証明することは困難でしょう。しかしこれらの惑星上の異常な気圧によって炭素原子が結晶化し、ダイヤモンドに変わることはありえます。土星では毎年およそ100万キロのダイヤモンドが空から降るとも考えられています。ノルウェーに北極圏の北側に位置する小さな町が存在します。この場所では
5月18日から7月26日の間、太陽が沈みません。だからこそこの場所では住民が時間という概念を無視します。この期間、外は常に明るく、人々は昼間のように生活します。この場所を訪れ、午前2時ごろに外出するとサッカーを楽しんだり、芝刈りをしたり、家の塗装をしたり、スイミングへ出かけたりしている人たちを目にすることでしょう。人間が使える水は地球上に存在する水のごく一部でしかありません。地球の 71% の表面が水で覆われていることは事実ですが、我々が使用できるのはそのうちの 0.3% のみ。残りは氷房、氷河、海、土壌、大気中に存在しています。つまり我々が利用することは不可能なんです。